どうも、はじめまして。すみません、あの不倫マーケットでお知り合いになっちゃって、なんかね、押し入れの中を見させてもらえるということで突然の押し入れ拝見。家具なんてないですよ、なんか同じ体で貧乏だからこれは、私が小学校ぐらいの時にあの初めてボール買ったんですけど、うん、その時にあのテレビでアタックナンバーワンとかいろいろバレーボールが流行ってて、湯たんぽなんです。湯たんぽ、これ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 、そう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 。あ、そんな箱もなんだか。あら、これは、これは何だ、お母さんがあったのかな。編みかけみたいです、ね、編みかけの、え、何編もうとしてたんだろう。お母さん、これ何作って。あ、これこれこれね、もう何十年も前の編みかけなのよ。え、カーディガンかなんかの編みかけ。あ、カーディガン。あら、お嬢さん、何、どこに入ってたのこんな箱に入ってたんでしょ、ほらねえ、タンポとかでそれでここから今度はこうなるでしょ、うん、この印のところから、はい、あの前身頃になるわけね。アホつけて、目がちょっとかすんだりね、肩が、はい、非常に凝ったり、だから湯たんぽもよく使ったんですよ。あ、うん、もう32、3の頃ね、体調を悪くして、うん、それでちょっと具合悪いんで、うん、よしてそのままなったと思うんですよね。ふみこさんが7歳の時、両親が離婚、彼女は母の苦労を見て育ちました。昔はだから、まあ、小さかった時はね、お母さん一人しか働けなかったから、それでやっぱりうちが貧乏した時もあったけど、やっぱ今みんな3人とも働いてますから。姉は弁当の配達と営業、妹は OL、 母はお寿司屋さんでと、3人が助け合って暮らす日々。いいですか、ここ でも文子さん一家に暗さは微塵もありません。じゃ、どうもありがとうございます。やっぱ一生懸命なんか育ててくれたのに見てたから、体が弱かったりとか、小さい頃いつも寝込んだりしてましたからね、とかそういうのを見てるから、やっぱり頑張んなきゃなって思いますね。姉妹は給料を出し合って、年に数回母を温泉旅行に招待します。素直にしかも健やかに育った娘たち、母は苦労の末の幸せをこの旅行でいつも実感するのです。妹は頑張り屋の母と優しい姉の庇護のもと屈託なく育ちました。姉は両親の離婚直後にはすでに物心ついていて、新さんを舐め尽くした母の苦闘時代を身をもって知っています。母が当時5歳の妹に編み始めた直帰がなぜ途中で中断されたかも姉は幼心に気づいていました。だから母へのプレゼントにはいつも思いの丈を込めてきたのです。浴衣の、そうそうそう、それはね、浴衣と一緒にセンスなんかその辺の時代の曲懐かしいとか言ってたじゃん。風の踏切って心模様とかね、うん、うん、ありがとう。戻る道さえなかったあの頃母は井上陽水の歌を夜鍋の友としたのです。一番心に残るって言ったらやっぱりその50年代頃のね、流行ってた歌っていうかね、それがやっぱりその時代を思い出すっていうかね。そういえばこの前あのほら、お尻が出てきたでしょ、お尻の中から編みかけの湯たんぽだお母さん、あれから忍が会社行った後とかね、寝ちゃった後とかって一生懸命編んだの。あれを、ええ、あの後、そう、いや、かわいい、もう着れない
もう着れないと思うけど、それは着れないんでしょうけど、しのぶがほらこれから結婚してね、あの子供でもできたらね、着せてもらおうかなと思って。そう、ありがとう。ちょっとこう当ててみて。もうこんなちっちゃい。ありがとう。もう15年遅れのあれか、プレゼントになっちゃったね。まあ、こんな大きくなっちゃって、しのぶが。こうしてね、子供ができたらおばあちゃんが作ってくれたんだよっつってさ、うん、着せてやって。なんで泣いてる。まあこれもあと言うことないと思うから言うけども、この貧乏のどん底でね、私が昭和51年に離婚したんですよ。でこの子がまだ1歳生まれて間もなくに半分も別居してね、もう実家に世話が出たから、それででも実家もいらないから、それでこの子小さいの抱えてるの行田ってとこに出てきたんです。それでもうこの子たちをまあなんとか一人前にしなくちゃと思って、でそれでもう本当に貧乏のどん底でね、私はほら能力もないからキャリアうまみたいなね、そういうあのいい職にもつけないし、もう肉体労働でね、もう工場で働いたりそんなことして、この子が小さかったからもうおんぶしたりなんかしてね、でそのこの子がんで小学校の頃で、そういううちのあれをよくあの分かってくれてね、で給食の納豆だとかね、牛乳だとかよく口持ってきたんですよ。そんで冷蔵庫にいっぱい入れてあるから、お母さん今日おかず買わなくて済むからねって言いに行くんですよ、あの工場に。ほんと黒びってる。でもね、やっぱり女の子だしね、この先やっぱりね、やっぱり 年頃ってがあるから、いい人いたらね、自分の幸せっても考えてくれってよく言うんだけど。傘がない。母は子に、子は母に、ありがとうとさりげなく言える家族。歯を食いしばって生きてきて、ついぞ心情を吐露しなかった母、後ろを振り向かず今日と明日だけを見つめてきた母、久しぶりのお酒と網掛けの食器がさせた昔話、大高家の押し入れには家族愛というかけがえのない宝物が隠れていたことになります。石垣に白壁で、ああこっちも長いや、ここに入り口があったわ。こんにちは、こちらさんは なんですか。失礼なこと聞くようですが。田中と申します。あのうちでございまして。あ、田中、はい、下に元ってのがありましたですね、はい、田中本家と申しますけど。あ、田中本家。はい。いや広いですね、はい、あの江戸時代商人をいたしておりまして、それからずっと今日まで。江戸時代から。はい、こちらからどうぞ、正面の玄関から。あ、そうですか。これは内玄関って言うんですか。あ、本当の玄関はこっちなの。なんだ、うちはあれよりもちょっと狭いかな。あ、すいません、どうも。あ、こちらさんの本玄関。はい、田中さんの、あの今の本玄関でございます。かつて北信州随一の豪商と呼ばれた田中本家は、敷地およそ3000坪、一辺が100メートルの白壁はそのまま20個の蔵になっています。江戸中期須坂藩の御用商人として発展、藩の政治にも関わり、後にその財力は藩を上回るほどでした。おいいです。箱がいっぱいこうありますけど。はい、これがみんな仕分けしてあります。どういったお金を動かした動き。例えば殿様にお金用立てたとか。あ、殿様にお金を。藩政と書いてございますね。そうですね、うん、これはあのお殿様にお金をお用立てしまして、
そしてあの何かをいただいたとか、うん、そういう書類でございます。文書蔵には殿様に用立てた貸金の証文がいっぱい。借金300両は紙紙も一揃えで帳消し、殿様仮読。でも借用書なんかもたくさんあるわけですね。そうですね、あのずっと反省っていうのがたくさんありますので。お殿様の借用書が。はい。はあ。ということはお殿様返してないってことですね。ここに借用書が。そうなんでしょうね。証文はすなわち現金となるべきもの。本来ならここは金蔵のはずなのですが、現実は証文の山。ほとんどこちらは未整理ですね。大変ですね、これから。もうね。気が遠くなりますね。それまで生きてませんね。そんなことはないでしょうけど。田中本家では今年、豪商の館と名付けた博物館をオープン。蔵の中にあった美術品や陶器、磁器の類を展示しています。現代の税制では歴史ある屋敷や蔵を守る術はこれしかありません。これを全部あの食器で使ってますね。ですから10枚とか20枚とか50枚とかあるんです。あ、これか。え、数が。はあ。でも ここに展示されてるのが大体蔵の中の何割ぐらいのものなんですか。1割も満たないですね。満たないでしょうね。展示されているのは蔵から出たごく一部で、整理に10年かかりました。1枚数百万円もするような皿が何百枚と揃えてあるので、総数がどれくらいになるのかは想像もできないとか。これが花宝。これが花宝ですね。これ何ですか。これは花薫です。花薫。はい。花薫は勤勉にして人に尽くし、和を大切にと教えているそうです。先祖が残してくれたものをあのなんとか自分たちが守っていかなきゃならないという精神をこの花薫は教えてくれてると思うんですよ。博物館完成から数ヶ月、花薫通り蔵の改修工事に携わった出入りの職人さんたちが招かれ、祝いの宴が開かれました。宴席は古い流儀にのっとって厳かに進められました。歌いあり木ありあり、厳粛な中にもめでたさが漂います。よーどうも。お願いします。花本会と呼ばれる田中本家のお出入り職人さんの数は現在50人ほど。本家に何事かあった時には取るものもとりあえず即座に駆けつけます。うちがね、雪降ったって言えばすぐ飛んできてくれる。雨が降ったって言えば、雨ちょっと持ったからって言えば来てくれる。もう、あるいは庭がね、ちょっと困った時は来てくれる。そういう方々ばっかりですから。この方々も、やっぱり田中本家の宝ですよね。いやもう素晴らしい宝だと思いますよ。変なものよりもずっと素晴らしい宝だと思います。いや私ちょっと色の黒い宝も多いですけどね。旦那さんが、まあ、うちの宝だって皆さん言ってましたけど、そんなに旦那さんに褒められるっていうのは、ほら、穴が減るとこ寝くなっちゃう。歴史か由緒か値打ち物、それとも家族の思い出か、あなたのお宅の家宝は一体どんなものですか。いやー、旧家の蔵の中というのは奥が深いな。何も言えなくなっちゃいましたね。もう住んでる人自身が一体何があるかわからないというくらいのね。お金にしたら大変なもんですけど、お金にはあれできないんでしょうね。そうだろうね、やっぱり維持するって。だからね、まあ、言ってみればモテるものの悩みっていうかね。そうですね。ああいうものを維持するとなると大変だろうと思いますよ。家宝はお金にしちゃったら家宝じゃないですもんね。そう、うん、だけどまあ一方では、はい、あの押し入れの中、あれね、ああ僕は今日見ててね、ああ宝物って押し入れの中にありっ
ていうこともね、ちょっと感じたのよね。押し入れって開けてみないですよ。